命がけの牛乳配達の時間であります。1分1秒争うこのお仕事、背中に背負った大きなカバンには子供たちの夢を叶えるカルシウムたっぷり朝どれミルクが10本。何より大事なのは牛乳瓶を割らない慎重さであります。当然その道中には配達員の行く手を阻む完全武装した徘徊老人レベル99。さあまずは公園の遊具で遊ぶ戦士たちを爆殺。コスプレイヤーに群がる男たちに銃弾のライスシャワー。お届けするのは牛乳だけではありません。鉛玉の特別 VIP サービス GoTo ヘル地獄行きクーポンをご利用であります。何人たりとも背中のミルクを渡してなるものかという強い意志を感じておりますでしょうか。奪われるぐらいなら殺す。送り出してくれた牛さんのためにも背水の陣で挑んでおります。素晴らしいエイム。牛乳配達の仕事を始めて早15年、今では配達した牛乳の本数よりも殺した人間の数の方が多いことが何よりも自慢だそう。そしてその射撃力を支えるのがまるで二足歩行する大木と言わんばかりの強靭な足腰。おはよう射殺。真の強者というのは力だけでなく礼節もわきまえている。ここは一流の配達員だけが知る裏ルート、下水道のネズミのように全てのルートを熟知してこその牛乳配達員、地獄の上り坂だ。ここからが至難の技、反り立つ壁であります。悠々と越えた。お背中を柔軟で洗い流していく。もう二度と温泉に入れる体ではなくなったか。敵の断末魔がさらに歩みを進める応援か。どんなチアリーダーの声援でも戦場の叫びに勝てる。おっとこれも危ない。一瞬ヒヤリとしました。牛乳は無事か。さあ競技スタートしてから早1分、眩しい朝日が配達員の両肩に降りてくる。ついでに銃弾も降りてきた。ここからはさらに集中力が必要になってくる。背中で揺れる牛乳がまるで寝息を立てる赤ん坊のよう、まさに乳酸菌との二者面談。筋肉の収縮活動、視界が赤く染め上げられていく。背負った牛乳がいちごミルクになってしまう。ここからは己との戦いであります。右へ左へ繰り出される足からは骨がきしむ悲鳴が聞こえてくる。わずかなインターバル、戦場のオアシスで一呼吸ついた。そして流れるような自決。牛乳どころか五体も粉々だ。地獄から舞い戻った。背中の牛乳は無事か。自分が死のうと相手が死のうと全く表情に現れません。キラーマシーンのような冷酷さを持ち合わせながらも牛乳に熱い熱い情熱を注ぐのがこの男。よく冷えた牛乳がホットミルクになってしまうまでになんとか届けなければいけない。ここの高低差はどうだ。なんだ超えた。先ほどの自決で立っているのもやっとのはず。ここはどうだ。飛んだぞ。20m軽々超えていく。ここまで多くの配達員が挑戦してきましたが、誰一人としてここから走破した者はいません。後ろのケアも完璧。背中に目がついているかのような反射神経、 0.1 秒の人類の到達点。何がこの男を駆り立てるのか全くの理解不能であります。敵の屍で築き上げたバージンロードをどっしりどっしり踏みしめていく新郎新婦。初めてのキスは牛乳の味。ゴールは近いが油断はできません。日本初めての配達員山田勝美でさえこのファイナルステージには到達したことがありません。前人未到のクライマックス、立ちはだかる敵でさえこれから待ち受ける大記録に固唾を飲んで見守っている。さあ筋肉の鎧の通りだ。野生の力が価格を超える瞬間を待ちに待ちました。だがどうだ、これは苦しいか。ここまでの無理もたたって限界は遠の昔に置き去りにしている。しかしそれでも前を向く。この男を動かすのは一体何なのか。意地か正義感か、それとも牛乳への無償の愛か。ここまで来たら遮るものは何もありません。届けた先の笑顔を見るためにここまでやってきました。敵の数は残り2人、勝利は目前であります。涙はまだ早い。歓喜に溺れるのは仕事を終えてから。素晴らしい記録だ。中身の牛乳は無事か。一流の仕事というのをまざまざと見せつけた。おそらく牛乳はコッパみじんでしょう。